フルーツミニストリー、インターネット放送をお聞きの皆さん、こんにちは。フルーツミニストリーの中金久美智子です。8月からスタートしました祈りの灯台3回目の鳥なし祈りの集会が10月26日金曜日、北谷町美浜にあります美浜教会で開催されます。会場は午後7時、開演は午後7時30分です。今回は回復の祈りに焦点を当て、さまざまな回復が必要なことのために共に祈っていきたいと願っています。祈りの灯台をスタートさせることになったのは、2人3人が主の名によって集まるところに主が共におられ、心を一つにして祈る祈りに主が聞いてくださり叶えてくださるという御言葉がすごく長く心の中に留まり続け、主がそのことに対して背中を押されていると確信したため、主からの大胆の礼を受けてスタートすることになりました。一人一人個人で祈る祈りはもちろんクリスチャンにとっては欠かせない日常の大切な祈りであり、素晴らしいことです。まずはそれが土台です。しかし神が祈りを叶える秘訣は、一人だけの祈りではなく、二人、三人が共に集まり、心を一つにして祈ることです。その中に主も共におられ、主が私たちの複数の人々の祈りを叶えてくださると言われるのです。マタイ18章、18節から20節。誠にあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。まことにあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。祈りの灯台は、主の心を受け取り、主が成したいと願うことに焦点を当てて、聖霊に導かれる祈りを合同で捧げることを目的としています。鳥なし祈りたいと願う心は、主が私たちに与えてくださる心です。主は私たちに祈る心を与え、私たちの祈りを通して多くの主の偉大なることを成し遂げたいと願っています。世界的鳥なしの権威者、シンディ・ジェイコブスが、祈りの戦士の著書の中でこのように書いています。合同の鳥なしとは、大勢の人々が一つところに集まって祈りを捧げることを指し、これは紛れもなく神が激しく働かれるのに必要な力が鳥なしの上に加えられることを意味します。宣教の働きとリバイバルにおいて、主が必ず御臨在を表してくださるという、より大きな確信が与えられるのです。教団教派を超えて、おびただしい数のクリスチャンが一緒になり、自分の国々や諸都市のために取りなすようになってきています。主が確かにご自分の民を合同の取りなし集会に召しておられるに違いありません。このように、シンディ・ジェイコブスが言っている通り、私もその言葉に賛同します。10月の祈りの灯台は、回復の祈りを捧げていきます。まず、私たちの生活している地域の回復、夫婦の回復、家族、親子、職場での人間関係の回復、心の回復、さまざまな回復が必要です。イエス様がさまざまな部分に働いてくださり、本当に多くの人々に、そして多くの地に、回復の御業が起こることを信じて、期待して祈っていきましょう。第二歴代7章14節から15節。私の名を呼び求めている私の民が、自らへり下り、祈りを捧げ、
私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの血を癒そう。今や私はこのところで捧げられる祈りに目を留め、耳を傾けよう。詩編2編8節。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。第2コリント10章3節から4節。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。第一テサロニケ5章16節から18節。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。マタイ6章9節から13節。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。神は、取りなすものを探しています。神があなたの心に祈る熱い心を置いてくださっているのでしたら、神の心を受け取り、神の御座の前に出て行き、へりくだって、共に祈る時を持ちましょう。主はあなたの祈りに応えたいと待っておられます。第3回祈りの灯台は10月26日金曜日、会場午後7時、開演午後7時半、場所は御浜教会。会場の7時から7時半は各自個人の祈りの時間として、各自で席に着きましたら祈りを持って開演の時間をお待ちください。7時半から賛美を持って合同の祈り会をスタートします。主に期待し、主に委ねて、主の時間になることを祈りつつ、皆さんのお越しを心よりお待ちしています。